今回は小学生のうちの子供がスクラッチを使って作ったゲームを紹介したいと思います。スクラッチが何かというと、スクラッチ財団とマサチューセッツ工科大学が開発した子供向けの無料のプログラミング言語です。構文の書き方を覚えることなく、ノードベースで非常にとっつきやすい言語になっています。ノードも日本語化されており、日本語の文章をブロックで構成していく感覚でプログラムを構築することができます。作ったゲームは公開することで世界中の誰もが遊べる状態になり、その中身がどうなっているのかも確認することができます。プログラムの基礎や概念を学ぶにはとても良い学習ツールかと思います。全世界で登録ユーザー数は約6300万人。日本でもスクラッチを教えている教室は結構あるので、興味を持った方は一度チェックしてみてください。うちの子供は1年くらい教室に通っていましたが、今は教室を辞めて時間のある時に勝手にいろんなゲームを作っています。そんなうちの子が勉強がてら作っている変なゲームをいくつか紹介したいと思います。まずはこのゲーム、かなり最初の頃に作っていたゲームです。タイトルはなかったです。まあ実験的なゲームなんでしょう。しかし我が子ながらなかなかのセンス。操作は単純でキーボードの上下のみアルパカの首を操作して果物をゲットするゲームです。複雑すぎず何をすればいいかが一発で理解できるのはすごくいい。そして何よりこのビジュアル、カオスです。何気にちゃんとスコアがあるのもいいですね。でもどうしてゲームオーバーになるかがいまいちわかりませんでした。次は横スクロールアクションですね。タイトルはアクションゲームでした。これは完全にロックマンに影響を受けて作ったゲームです。一時期ずっとロックマンをやっていた時期がありました。ちゃんと HP もありますね。ショットも良い感じです。ただ個人的にどうしても気になったのが、キャラの接触面が頻繁にめり込んでしまう点です。本人に聞くと色で判定していてうまく直せないとのこと。判定精度が悪いのかな。ボスっぽいのが出てきましたね。律儀に挨拶してくれてるあたりは前作のアルパカより複雑さが増していますね。時折踏みつけてくるみたいです。ちゃんと固有の動きをしてくるのも良い感じ。ちなみに全体的に褒めてばっかりですが、褒めて伸ばす方針なんでご了承ください。一瞬で切り替わってしまいましたが、どうやら倒せたようです。お、動く床が出てきましたね。こういうところはロックマンっぽさを感じますね。雪止まり、どうも下が進行ルートっぽいです。ボスですね。強い。なんというか倒せる気がしなかったので次に行きます。はい、次はこのトップビューシューティングです。タイトルはシューティングゲーム。触った感じ、ゲームとしての完成度が高い。子供に聞いたら、ゆっくり実況で見たスーパービットブラスター XL というゲームを真似して作ったらしい。なるほど、完成度が高いのも納得です。自分自身、基本的にゲームは既存のゲームデザインをベースに拡張する方が効率的だと考えているので、非常にいい作り方だと思いました。基本的に生き延びた時間がスコアになるみたいですね。直接被弾するか爆風ダメージを受けると HP が減ります。それでは次のゲームに行きましょう。タイトルはジャミロクワイ。初めて見せてもらった時は衝撃を受けました。すごい笑ったんですが、
どうも、このゲームの元ネタは海外のインディーズゲームのジャミロクワイゲームを 2D で表現してみたんだそうです。元ネタを知らなかったので爆笑してしまいました。やはりキャラゲーってのは感情移入しやすいですね。ということで、煉獄さんなどの素材を作ってあげて、鬼滅のゲームを作ってくれとお願いしてみました。タイトルは煉獄ランです。ちゃんとランゲーしてる。食べ物を食べる時のうまいの声も自分で録音したそうです。しかもさつまいもを食べると食わすしょいというのですが、これは公式ファンブックで煉獄さんはさつまいもを食べるとわっしょいというと書かれている方だそうです。知らなかった。うまい、うまい。走り続けると空腹ゲージが減っていき、悪鬼滅殺コインを取ると得点が加算され、落下すると HP が減る。ゲームシステムもしっかり作り込まれていました。ここまでちゃんと作ってくれるとはありがたい。他にもこんな感じで40個くらいゲームを作っているのですが、YouTube で動画にしていいか聞いたところ、してもいいけどゲームの公開はしないでとのことだったので、ゲームのリンクを貼るのは変えさせていただきます。うまい。スクラッチはここ数年で日本でもかなり普及しています。時代を考えると今の子供が就職するときにはプログラムはかなり一般スキルとして必要になってくるのではないかと思うので、遊び半分でスクラッチを始めてみるのはいかがでしょうか。うまい。それでは今回も動画をご清聴いただきありがとうございます。